そこで激しい行動を取ると、まあ被害も大きくなるんですよね。だから、ぬるぬるってやるんですよ。仕事に関する質問ですね。もうこれ興味深いんですけども、まあ自分がね、これから取り組もうとする仕事が誰かを害する可能性がね、まあある仕事になると。で、まあ例えばまあ危険な添加物を含んでいる食品をですね、安全でもう健康ですよっていうふうにまあ宣伝するような仕事ですと。まあこういうふうになった時にですね、こうまあ結局はまあ自分のまあ、嫌いな商品を人に売りつけるっていうようなね、それでお金を稼ぐっていうようなことのね、仕事について、まあ、気が留まりますということなんですが、武田先生、そのようなご経験ってありますか？それは原子力だったんですよ。ああ、そうですね。エネルギーは日本に必要だ。途中で原子力が危険だってことに気がつくんですよ、僕が。それはチェルノブイリの後ですか？チェルノブイリと関係なくずっと仕事してるうちに原子力のシステムっていうのが非常に危険なもんだってことがわかるんですよ。学生の頃原子力を目指してやり始めた時はもちろん知らないんですよ。33か5ぐらいになってから、原子力を7年ぐらいやったときに、いや、これは危ないと思うわけですよ。ところが、その頃も原子力の結構仕事の会社の中枢にいて、研究室長かなんかで、出世上諦めるわけにもいかないんですよ。それで悩んでね、あっちこっちに行って、こう、原子力は本当にどうかとか自分の考え、だから仕事っつうのはまあ、そういうことってのはいくらでもあるわけですよ。ちっちゃいやつもあるわけですよ。その時やっぱりね、綺麗事は通用しないんですよ。つまり、職を失っちゃうかもしれないからね。そうですね、生活があるから、そのお金を稼がなきゃいけないっていうところと、その自分の本当にね、社会に対して貢献するっていう、そこでみんな、バランスが取れずに苦しむと思うんです。それで、まあ、あなたも小崎さんも十分に知ってるように、世の中っていうのはそれほど綺麗なもんじゃないから、汚いことっていうのは仕事上必ず入ってくるわけです。汚いことを自分でどうしてもしなきゃならないことっていうのは人生で何回か訪れてくるんですよ。その時に、もうこれは一つ一つ、その一つ一つについて自分で判断するしかないんですよ。それで僕のやり方っていうのは、まあ1個や2個は何とか切り抜けるんです。で、切り抜けてさっきの水は飛行機に流れるじゃないけど、徐々にその仕事から遠ざかっていくんですよ。それで、なるほどと思って、ああ、こういうことしな、この仕事はこういうことしなきゃならないなって分かるんですよ。そしたら、そこで激しい行動を取ると、まあ被害も大きくなるんですよね。だから、ぬるぬるってやるんですよ。つまり、これはね、どういうことかって言ったらね、世の中っていうのは人間の垢みたいなやつがたまるんですよ。まあ、つまり、車が便利だと思って、自家用車に乗る、バスに乗るっつったら、交通事故が起こって死ぬ人が起こるんですよ。じゃあ、交通事故が起こって死ぬ人が起こるから、自分は何も乗らないで歩いてどっかに行くってことは、やっぱこれはできないんですよ。つまり、人間っていうのは必ずそうなる。しかも、人間というものの基本的欠陥がいっぱいあるんですよ。その欠陥は人数が多くなるほど顕在化してくるんです。その原理がありますね。ですから、もちろん仕事もそうだし、対人関係もそうなんですけども、イエス・キリストも言ってるように、対人関係っていうのは薄く付き合うことだって言ってるのはそこなんですね。深く付き合うと必ず問題が起きますよっつって彼が具体的に言ってるんですけど、それは今の仕事の中の添加物なら有毒添加物を入れて売らなきゃいけないっていうようなことと一緒なんですね。で、その世の中っていうのがそういうものがあると思って取り組んでいかなきゃいけないんですよ。なるほできど。るだけそういうものから避けていかなきゃいけないんです。で、僕の原子力だったら46歳で辞めたんですよ、僕は。20、15年もやってきて、すごく損害がありました、僕のキャリアとしては。だって原子力学会に行けばもう、武田先生ってお茶でも出してくれるのが、他のとこ行ったら相手もしてくれないんだから。いきなり原発賛成から反原発になったっていうね。いや、だから、その自分の間違いっていうのは、いや、しかしそういう、
世の中に悪いことをしたりするとやっぱりそれは報いは受けるんだけど、はい、それは総合して自分の判断してきたことだし、うん、その時にやっぱり人間のこう弱さとか欠陥とかそういうものがをよく自分で把握してなかったっていうか、いや把握はしてたんだけど分かってやってたんだけど、やっぱり人生っていうのはそれほど綺麗事にはいかないってことなんですよね、うん、だから、うん、過激な行動はねあまり良くないんですよ、ね、つまり過激な行動を取らなきゃいけないってことは自分の判断が間違ってたわけですよ、そこまでずっと来た、それは自分には言い訳ありますよ、はい、学生時代にいくら原子力の本読んだってその危険なとこ書いてなかったしやからあるんだけど、それも含めて自分の責任だから、そうですね、それを抱えてやってきたわけだから、まあ仕方がないっていうところあるんですよ。なるほど。それで僕はその人の正義感によるんだけど、決して世の中に害をもたらすようなことをやってその人が人生で幸福を得ることは全くできません。だからできるだけ早く去っていくってことが大切なんです。そうですね、できるだけ早くっていうのが重要で、無茶して離れていったらダメだってことです。はい、いや、それね、すごくよくわかる。僕もアメリカにね、来て、結局12年間ね、やってたんですけども、すごくなんか葛藤してですね、で、もう自分が売りたくない商品を売らなきゃいけないっていう形になってしまったんですよね。だからそれは、こう、でもいきなり買えなかったんですよ。だから徐々に、その、まあ、ネットでブログを書いたりとかですね、まあ、そういうことをやりながら、模索しながらですね、辿っていった結果、まあ、やめることができるようになったということなので、まあ、ぜひね、そういう形で徐々に、いきなり変えるんではなくて徐々に。だけど、その、まあ、世の中に貢献できないことをやり続けるのは、それは幸せになれないっていうのは武田先生のお考えですね。はい。水が流れるようにゆっくりと変えていくんです。わかりました。はい。